西ジャワ州は、インドネシアの州。ジャワ島西部に位置する。州都はバンドン。西ジャワ州は、バンテン州とジャカルタ州と特別州が西に、中部ジャワ州が東に隣接しており、北は、ジャワ海、南は、インド洋に面している。ジャワ人に次いで2番目に、人口の多い民族である、スンダ族の元凶でもある。西ジャワ州は、インドネシア独立宣言の後にできた。 最初の8州のうちの一つであり、その後1950年7月14日に法的に再設された。1966年に州と同じ地位の首都特別州としてジャカルタが分割され、同様に州の西部も2000年に番天州となる形で分割された。これらに州が分割された後も2020年中期。 時点で、西ジャワ州の人口は4,993万5,858人と、インドネシア国内で最多の州となっている。州最大の都市であるブカ氏、バンドンはインドネシアで、それぞれ3位、4位の人口を誇る都市である。ジャボデタベック都市圏内の衛生都市としてブカ氏は、非常に急速な人口増加を経験し、2012年に、 州都のバンドンを上回るまでになった。それでいながら、ジャカルタの衛星都市、昔デポックがそれぞれ世界で7番目、10番目に人口の多い地域である一方でバンドンは、世界で最も人口密度の高い地域となっている。西ジャワ州内の県と、シボゴール県、スカブミ県、チアンジュル県、バンドン県、西バンドン県、ガルット県、タシクマラヤ、県、 シアミス県、クニンガン県、チルボン県、マジャレンカ県、スメダン県、インドラマユ県、スバン県、プルワカルタ県、カラワン県、ブキットインダー工業団地、ブカシ県、パンガンダラン県、ブカシデポックボゴールスカブミチマヒバンドン、タシクマラヤ、バンジャルチレイボン。ありがとうございます。